面倒い質問攻めに付き合ってくれるなんて。あなたたち幸せ者よ。そんな教育係がいるなんて。彼女になる人とか大変そうね。ユイドくんの弟さんと妹さん？ああ、二人とも似合ってるな。古橋なんて特に板についてるというか。そう？まあ、こっちは褒めても意味ないってば。悪い気はしないけど。確か、浴衣の似合う人の体型って。こらこら少年少女たち、それ以上は許さん。古橋、なんでここに？あ、いや、それは星見てたら終電間際になっちゃったなんて、バカすぎて言えない。ごめんなさいね、もう一部屋しか空いてないんですよ。あ、そうですか。じゃあ俺は歩いて帰るから、お前は泊まっていってくれ。諦めが早いよ。だって無理に決まってんだろ。そんな地元駅まで何キロあると思ってんの？そうですよね。大丈夫です、兄弟ですから。古橋さん、ユイが、フミノ、なんか変な感じ。布団が一組しかないんだったわ。すみません、お代はもちろん格安にさせていただきますので。でもまあ、兄弟なら大丈夫かしらね。この中井さん、試しているのか。布団、古橋が使ってくれ。あ、夏だし、俺は床で全然大丈夫だから。そんなのダメ。ユイガくんが使って、私、畳で直に寝るの夢だったし。山の方だから結構冷えるね。とりあえず、入る？お布団。私は別に、ユイガくんが変なことするような人じゃないって分かってるし、別に気にしないけど。ユイガくんが嫌じゃないならだけど。なんでこいつこんないい匂いすんの？同じシャンプー使ったよね。おー、男の子と同じ布団。直に触れてるわけじゃないけど、ユイガくんの背中の熱が伝わってきて。本当に好きなんだな。うん、今夜は特に綺麗。かっこいいよな、古橋は。夢があるからって別に偉いわけじゃないと思うけどね。でも、もしもいつか君が本当にやりたいことを見つけたときは。またね。